歩いてるよ、気をつけないと。口悪なぁ、うん、何者だ、俺は頭と変わりだろかぁ、口悪。あれ、あ、ここのネットカフェも完全に潰れたんだ。ネットカフェ、うん、あ、もうやってないよ。もう相当前だけど、キャベツ刻んでる工場になっちゃった。あ、いい、そうなの、うん、そこでキャベツ刻んで、スーパーによく1袋いくらで売ってるじゃん、100円くらいで、うん、それ作ってんだよ、ここで。積み木しか、積み木さんって名字珍しいの。積み木美穂っていうタレントいたよ、うん、並木だったらよく聞けるっていうかさ、これ高千穂がよく潰れないでやってるよな。高千穂ってあれ、良くない会社なんでしょ。あれ、高千穂じゃん。あ、ごめん、丸福だ。丸福、間違えた。よくない。何、よくないってな。ん？ここの、あの、焼肉屋の跡地全然決まってないんだね。え、もうアパート建っちゃってるじゃん。あ、今アパートなの？焼肉屋、あ、そうそう。すごいね、あれ。逆にすごいね。だからさ、地主さんが、うん、もう立ち抜いてくれって言われたんだろ？あー。アパート建てたいからって、もうだから台が変わったんじゃない、親から子へ。うん、これ泊まりなんだ。そうだ、危ないんだよ。新しい道になっちゃった。あれ、また変わったの、これ。うわ、分かりづら。新しいっていうか、え、これまっすぐ、あ、道ないんだ。そう、え、分かりづら、これ。まあ、昼間来ればね、なんとなく、夜はちょっとな。うわ、通りたくね。ねー広くはなったけどな。うん、繋がってないんだじゃん。ここでしょ、ここの店の前が、前、ん、今これなんだろう、法事か、その総裁センスだった。法事か、間違えた。本当にお前、ボキャブラリーがないことだ。その前はあれだったんでしょ、居酒屋だったんでしょ。そこでハスコとアキラ同喧嘩してな、ハスコの顔にアキラがバーンって水ぶっかけて帰ってっちゃう。怖っ。ハスコは行けばいいよ。え、怒鳴ってた。だってさ、アキラほらスピードで捕まっちゃったんだよ。うん、こんなこと誰でもあることなのにさ、このバカはとかつってさ。え、怒鳴ってた。え、怒鳴ってた。怒鳴り合いやったの。怒鳴りとか、そんな怒り方したってスピードなんて誰でもやることじゃん。じゃ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 、そのなんだろう、バーサス状況。そう、あ、怒鳴り合ってたんだ、怖っ。それでアキラは黙っててバーってハスコに水ぶっかけて、もう帰るですね。水だかビールだか忘れちゃった。怖っ。怖いですね。いやー、揺れるね、この道。道路状況良くないよね。あ、これまで、うん、さ、あれ？あ、やってんだ。頭のおかしい女な。